待たせいたしました。ミニセミナーのお時間です。テーマは、山間地域を盛り上げるロジックを知ろう。行政会計者必見のセミナーでございます。中山間地における地域の活性化方法について議論いたします。イベントなど、ただ単に盛り上がる手法ではなく、地域に雇用や経済効果をもたらす地域創生に資するためのロジックを議論いたします。ゲストは日本総合研究所シニアマネージャーの井上氏でございます。井上氏は元林野庁の職員で、その後大手シンクタンクの日本総合研究所に転職。業務では幅広い分野における調査研究をされています。一方でライフワークとして中山間地にも関わっておられます。それでは井上さん、奈良崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、次の第2部を始めたいと思います。ちょっと第1部がだいぶ白熱して面白かったので、まあ、ちょっと引き続きその調子でいきたいなと思います。今日第2部のテーマはですね、中山間地を盛り上げるロジックを知ろうというタイトルにしています。まあ、昨日と一昨日もそうだったんですけども、私がちょっと申し上げていたのは、今回のこの国際ウッドフェアっていうイベントはですね、次世代の林業とか次世代の中山間地を、まあ、作っていこうというところです。地域創生とかいう言葉もありましたけども、まあ、本当に地域創生プロジェクトが本当の地域創生につながっているのかっていうのは、まあ、皆さんの判断にお任せしますけども、ちょっと大事かなと思うのはですね、いろんな事例があります。まあ、今日も午後から下川町さんのお話とかもいただくんですけども、なんかすごい頑張ってますね、元気ありますね、はためは元気ありますねと思っていると思うんですが、実際で取り組んでいる方々は必死にいろいろ苦労をして考えながら動いていると思います。まあ、湖の上をですね、白鳥がね、スイスイとこう優雅に泳いでいてもですね、水面下では足必死に動かしているという、まあ、そういうところがあると思いますし、まあ、そういった中で足必死に動かすにもですね、がむしゃらに頑張ればいいというもんじゃないじゃないですか。やっぱロジックがあるわけです。理屈があって、これをこうするとこうなる、これとこれを組み合わせるとこうなるっていうロジックがあって、それに基づいてやっぱり物事って組み立てられているんです。で、昨日の午前中もそういった面ではブランド化とかですね、ロゴとかそういうものを作るプロのデザイナーの方の講演もいただいたんですけども、まあ、そういったものいろんなものを組み合わせながらやっていくんですけども、まあ、特に今からの日本総研の井上さんからはですね、中山間地を盛り上げる、まあ、全体のもう少し、仕組みみたいなところのロジックというのを少し教えていただこうかなというふうに思っています。ということで、ぜひお願いしたいなと思います。皆さんもちょっといろいろきつい質問をですね、考えておいておいていただきたいなと思います。杉本君も考えておいてね。お願いします。はい、皆さんこんにちは。日本総研の井上武一と申します。いただいたお題がというか勝手に決められてたんですけど、地域を盛り上げるロジックを知ろうということで、僕生き残りのためのロジックと書いてます。なので盛り上げ方は正直分かりません、僕も。というのはやっぱりこう自分自身もいろんな、今例えば福島の被災地とかずっと入って一緒にコミュニティビジネスをおばちゃんたちとやってますけど、やっぱりこう盛り上げようと思うと盛り上がるんですよ。盛り上がるけど本当にその後続かないし、だからやっぱりこう続けるってことが、生き続けるってことが大事なんだと思うんですけど、じゃあ生き続けるために何が必要なのかって考えた時に、はっきり言って中山間地域ってもう死にたいというか、死にたいって言葉はすごく悪いんですけど、国の方としてみると撤退するかどうかっていう、もうその判断迫られる段階になってると思います。だからその盛り上げるとかコミュニティビジネスで成功とかいう言葉が結構やっぱりうすら寒くなるぐらいの現実に今中山間地域はあって、僕自身がやっぱり悩んでるのは、僕はもともと林野町でもう山が好きで森が大好きでずっと林野町行ってやってて、その後林野にいたらこう何ていうのかな、こう机上の政策ばっか作ってることに限界を感じてビジネスの勉強しようと思って小さな家具屋行くんですね。で家具屋でなんか必死にこうビジネスやって、でビジネスの面白さも分かったんで、今度はもう少しこう地域とかそういうのに関わりたくて日本総研の方に転職したんですけど、やればやるほどやっぱり難しいし、なんていうのかな、森この日本列島っていうものを僕たちはもっと広く
やっぱりきちんと使っていくべきだと思うけれども、その使っていくロジックというのがなかなか見当たらないというぐらいに、今あの中山間地域というのはもう不要になりつつあるというのが現実かなというふうに。なのでそこら辺のお話からちょっとこう共有しながらですね、どういうふうに考えていったらいいのかっていうお話ができればなと。まあ僕自身もまだ答えはないんです。ですから、まあ、問題提起という形で皆さんにこう、議論したいなという材料をお持ちしましたと。ちょっと座ってやります。でちょっと後ろの方は見にくいと思うんですけど、これあのちょっとこう見にくいんですけど、みんなあの山の派です。山麓部、あの今だからどこ行っても、例えば今八ヶ岳周辺ってむっちゃあの移住が流行ってますけど、八ヶ岳周辺っていうのはもう縄文集落が集積してて、あの縄文銀座って言われたぐらいのところですよね。だから昔の人にとってみるとすごく住みやすい場所っていうのが実は山麓部だったわけです。で当時のこの江戸なんてこれ海の底ですし、あとかあの平地っていうのはみんなあの氾濫源なんで、あの河川が氾濫しちゃってなかなか人が住めない湿地ですよね。だからあのこの日本列島においては山麓部っていうのが基本的にはあの山麓部の水のそばで森のそばっていうのが人が住んできたところです。であのもうちょっと綺麗な写真ないかなと思って、これはあの房総半島なんであまり山って感じでもないんですけど、房総半島って上総台地っていってあの台地になってますけど、基本的にこの赤いのが全部あの縄文集落があった跡地ですけど、全部やっぱり山の葉であり、あの基本的には川のそばなんですよね。平地にはほとんどないんですよっていうのがあの日本列島です。で実はこれ縄文時代から弥生時代、あの中世室町時代まで基本変わりません。ずっと中世まではこの山麓部っていうのが一等地なんですよね。であの基本的にはその頃は土木技術がやっぱり発展してなかったんで、あの下流部をこう進めなかったんですね。であの戦国武将たちが出てきて、あのものすごい権力を使ってですね、妊婦たちを集めて土木大規模な土木工事ができるようになって、初めて下流に住めるようになったっていうのが現実です、日本ね。なので森と 水の恵み豊かな中山間地域っていうのは実は一等地だったわけです。であの、まあ、山奥のね本当に偏僻なところとか、まあ住んでましたけど、結構あの平家のお中土が多かったりとか人目を阻む人たちが多くて、あの実はやっぱり山奥でも山間部の谷合いのあの水のそばみたいなところが結構、しかも土砂崩れもあんまなさそうなところっていうところを選んでみんな住んでます。でそういうところはあの土地も肥えてるんで、あの農業も実はやりやすかった。狩猟採集と農業でずっと生きていくわけですね。で、それを変えたのが実はこの人です、織田信長さん。でのあの信長以降やっぱりね、都市に中心が移っていくっていうことが日本の歴史であります。これ結構面白いんで調べていくと、で信長は何やったかって言ったら、兵農分離と楽市楽座ですよね。それまで武士っていうのはみんな村に住んで、山麓部に住んで農業をやりながら、それで大将たちが戦争やるぞっていう時だけ狩り集められて戦争やってたっていう。なので農繁期とか田植えの時期とか稲刈りの時期戦争できないんですよ。なので信長はそれが嫌だったんで、専属の軍団を作ります。専業兵士を作るんですね。でその専業兵士を住む場所として下流の城下町作って、そこに住まわせるわけです。だから土地から切り離された人たちを集めて、その人たちをこう平地の、都市に集めると。でこの人たち土地持ってないですから生産活動できないんで、消費するしかない、消費者なんです。でその消費者のために商人たち町人たちを集めるために楽市楽座をするんですね。だからここだったら自由に商売やっていいよと。だからそういうことで城下町を作るっていうのが信長です。でこの信長のやり方っていうのがデファクトになっていくんですね。なのでこんな構造です。まあ戦士兵士というか武士というか、戦士消費者としての戦士がいて、そこに商人と職人を集めてきて町を作ったと。要は戦士というのは消費者ですから市場ができるわけですよね。市場を作って需要を作って、そこに供給できる人たちを集めて町を作ったっていう、こういう構造になってるわけです。なのでこれはやってたことは何を信長やりたかったかっていうと、富国強兵ですよね。だから経済強くして軍事力を高める、軍事力を高めるためには
経済が強くないと武器も買えない。だから、経済強くするためにとにかく市場を作って楽市、市場自由化して楽市楽をするって、このこういう構造になってるわけです。富国強兵のために町は作られたっていうことなわけですね。だから、強い国づくりっていうことを追求していくと都市化になっていくっていう、こうそういうことが、信長が作った必勝のパターンで、江戸時代に、全国の藩にそれが伝わっていくっていう。だから江戸時代、平和になってから城下町っていうのは作られるんで、それまで城ってみんな山の中にあるんですね。いや登山する方は分かると思いますけど、びっくりするようなところに城の跡ありますよね。ああいうところは防御のために山城だったのが城下町作って平城になっていくわけです。それは平和になってからできたわけですね、っていう、そういう都市化というのはこういうようなプロセスなわけです。それで、今ですね、これ人口集中指数というのを紀藤博士先生のデータ借りて見てみるとこんな風になってます。昔縄文時代とかは実は東日本に集落が集中してたんで、実はすごい山麓部、東日本の山麓部にむっちゃ人が集中してた。人は中山間地域にしか住んでなかった。でそれがだんだん中世になって、江戸時代になってどんどん分散していきます。だから平地にも住むし山にも住むし、あと江戸時代っていうのが日本列島の歴史上最も人が分散して住んだ時代で、それがこう明治時代ね、ここから明治時代になるとまたキューッと集中していくわけですよ。でこれは太平洋岸にとか平地にとにかく人は、だから町から山、山から町へっていうのが近代化のプロセスですよね。で、こういう、明治時代は富国強兵をするわけですけど、富国強兵してこうなっていく。で、その東京三大都市圏とか東京に集中するだけじゃなくて、これ人口DID 地区ですね。だから地方の都市部も含めて、こうずっともう明治維新以降都市部に人がどんどん集中してきてるっていう。でもうほとんど今7割型都市に住んでるわけですっていう。だからこう、東京一極集中って今言いますけど、東京も一極集中の流れはほぼ止まってます。今起きてるのは地方の中で地方の都市に人がどんどん降りてる、山を降りて都市へっていうのが地方の単位で起きてるってことですね。でこんな状態になってます。でこれ僕大好きなグラフなんですけど、日本の人口、江戸時代、平和になってですね、ここ江戸幕府が成立して最初の100年間で人口 2.5 倍になります。これは新田開発と平和のおかげですね。戦争がなくなって、下流域を開発してみんな新田開発したんで、米の供給量3倍になって人口 2.5 倍になるっていうのが最初の100年起きたことです。それで3000万人になったらピタッと止まるんですよ。要はこの時代燃料 と、食料っていうのは全て自給自足でしたから、日本列島で自給してましたが、鎖国してましたから、だから、もう3000万人っていうのが日本列島の多分環境収容力なんですね。日本の資源だけで食べれるのは3000万人。それで江戸時代決して平和だったとは言いませんけれども、山間部では間引きとかしてね、人口調整しながらなんとか3000万人維持してる。それで明治時代になってから一気に伸びるんですよ。最初の100年間、1900年の2000年までだから、3300万人だったのが1億3000万人、いや4倍に伸びるんですよね。でこれが、今の政府の予測からすると2100年にはここまで落ちていく。中位推計で4700万人でしょ。で、定位推計はほんとに皆さん子供を産まなくなると4000万人切ります。頑張って子供をすっごい産んだとしても6500万人っていうのが今の推計です。なのでこれ完全ブームですよね。でこの200年間のブームですよ。で何のブームかっていったら化石燃料と輸入ですよ。海外の資源使えるようになったってことと化石燃料でブームが起きたっていう、こんなことなのかなというふうに思ってます。それで、だからもうほっといても江戸時代日本列島の環境収容力にまで落ちていくっていうところなんです。でただね、これ6500万人でしょ。この6500万人って数字が何かっていうと、今、東京と大阪と名古屋三大都市圏の人口を足すとちょうど6500万人です。なので
今のまんま都市化、まあ、極端な話ですよ、都市化が続いて、都市化の勢いが続いて、人口こういうふうになっていったときにどうなるかというと、三大都市圏だけあればこと足りるんですね、もう人はそこに住めちゃうっていう世界だから、本当にこれから山に住むってどういう意味だってことが本当に問われていく時代になっていくって、人口が減っていく中でねっていうのが現実なのかなというふうに思います。まあそんなね、三大都市圏に集中することなんかありえないけれども、あの都市にみんな 100% 都市に住むってことになるんじゃない、じゃあ都市化の勢いっていうのは止まらないんですかっていうことですね。で、今ね、安倍政権はやっぱり強い国を作りたいわけです。あのなのでもうあの軍隊持ってませんけれども、あの富国強兵の価値観変わんないですよね、明治の近代化以降で。バブル崩壊以降何やってるかっていうと、実はあの政府が成長戦略とかああいうのを盛んに言って規制緩和だなんだって言い出すのはバブル崩壊以降です。だからこの30年間徹底して強い国づくりをやろうとしてきた。強い国づくりをやろうとすればするほど人はやっぱりさっきの織田信長の定義じゃないけれども町に降りていくんです。だってそっちの方がお金も稼ぎやすいしっていう、こういう構造になってるんですね。で、強い国っていうのは人と資源を動員し続けます、国のために。信長がやっぱりやったよね、家康がやったよね、あるいは戦争中ですよね、日本の、国家総動員体制を敷いて人と資源を、総動員し続けますけれども、あの戦おう、強い国を目指そうって言ったら動員が始まるんです、動員されるんです、自然に、ね、で動員されたものっていうのは使い捨てになっていくわけです。だってあのシステムが勝てば、組織が勝てばいいわけだから、別に個人の幸せなんてどうでもいいわけですね。なので僕らが過去 あの別に全然左翼でもなんでもないですけど、過去の経験から学べるのはやっぱり総動員による総力戦っていうのは結構みんなを不幸にするな。だからやっぱり総動員体制にあんまり巻き込まれちゃいけないんだろうなというふうには思ってます。でもなんか今どんどん巻き込もうとしてるっていう。で、もう一つ過去の歴史から学べるのは、強い国づくりっていうのはあっていいんです、あっていいんだけど、やっぱり期間限定だってことなんですね。で期間限定ってどういうことかっていうと、例えば、信長が先ほど城下町を作り出してから江戸時代になって、実は江戸時代1637年の島原の乱って起きますね、あの天草四郎が放棄した、これってキリスト教の反乱って言われてますけど、実はそうじゃなくて、武士が百姓牛馬のように使い倒したことによって、百姓たちの反乱なんですね。もうやってられないと、こんなシステムと。だから、武士が武力に物を言わせて国を支配してるってことの限界が露呈したのが1637年。で、実はそれは人だけじゃなくて山も荒れ果てたわけですね。最初の100年間でむっちゃ開発したもんですから、もう山荒れ果ててそこら中で水害が出てきた。なので、諸国参戦を起きてっていうのを1666年、日本最初の治水法です。地産地水の法律ができると。だから、信長から100年も経たないうちに国土と人はかなり悲鳴を上げてたっていうことなわけですね。でその時江戸幕府は偉かった、綱吉が偉かったですね。綱吉の死は1680年に将軍になるんですけど、その時に一番最初に出したお触れが、民は国の元であると。要は民を大事にするぞってことを言い出したんです。民生ってことを考え始めたわけですね。それで、諸類憐れみの礼ってあのいろいろ言われてますけど、実はこれは生命尊重のためのもので、あの犬とか動物愛護が極端にこう言われるんですけど、実はあの、この時武家諸法度とかも変えたりして、あの、綱吉がやろうとしたのは武力による政治から、なんていうのかな、分治政治、あの本当にこう儒教に基づく政治をやろうとしたのが綱吉です。なので綱吉が目指したのは殺す支配から生かす支配っていうことです。人をちゃんと生かしていこうと、人や山を生かすような政治をしていこうっていうのが綱吉がやろうとしたことで、なんで江戸時代こういうことができたかっていうと、そうしないと幕府が持たなかったんですね。閉じてたから世界が、ね、あの山を使ったら水害で本当にこうひどいことになるし、人が氾濫すれば誰も農業やってくれなくなると武士が増えなくなる、こういう関係があったから、もうやらざるを得なかったわけですね、武士もね。でなので綱吉が目指したことは生かす国づくりってことです。殺す国づくり、あの強い国づくりじゃなくて生かす国づくりをしようっていう話になっていったのかなと。
で、じゃあ明治維新が起きてから、やっぱりね同じようなことが起きてるんですよ。1891、1867年に、明治維新ですけども、1891年に足尾鉱毒事件が起きて、明治30年には治水三法って、もう山崩れがすごかったんで、土砂災害がすごかったら治水三法を作ります。で、1916年ぐらいになると大正時代に入る頃には貧乏物語って言って、東京にスラムができてて、あともう資本主義のなんて矛盾みたいなのがいっぱい出てた頃です。女工愛しもこの頃です。なので、で米騒動起きたりとか、この頃にはもうだからすごいやっぱり人と国土が悲鳴を上げてたわけです。だけど日本はここから戦争に突き進んでいく。で、明治維新 の日露戦争に勝ったりして、太平洋戦争に勝ったりしてですね、で経済、関東大震災も起きて経済が大変なことになるので満州国設立して、もう暴走し始めて、1945年の敗戦まで一気にいくと、まあ、こんなようなことですね。なので、ここ歴史から学べるのは、やっぱり強い国づくりには必ず反動が来るんだけど、明治維新以降これ無視してきたんです。無視してきて繰り返してる。水俣病も同じだし、福島原発も同じだしっていうような感じになってるのかなと。何ともメッセージはあるんだけど、なかなか強い国づくりはやめられないぞっていうのが現実なのかなというふうに思ってます。まあ、国は予算ないしね、 GDP もないから、もう強い富国強兵を目指さざるを得ないんです。で、江戸時代変われた、でも明治以降変われなくなったっていうのが、今の状態かな。だから僕らは今経済戦争、終わりなき経済戦争にとにかくこれを強いられているというのが現実ですね。で、国は変わらないから何をやらなきゃいけないかって、ここから中山間地域の話になりますけど、まあ、自分の領地ですね、このやっぱり人が本当は実はすごく住みやすかった中山間地域、ここから、国に頼らずにやっていくしかないんだろうなというふうに思ってます。なので、昔の豪族とかね、藩の人たちはカタカナの国っていう意味で自分の国、日本国の前に自分の藩とかを思ってましたけど、国より国の時代になるというふうに考えていかないといけないんだろうなと。そこで国がやらない生かす国づくりっていうのをやっていかなきゃいけないんだろうなというふうに思ってます。じゃあ生かす国づくりって何なんだってことなんですけど、僕やっぱり今すごく自分自身もいろいろビジネスやってきて思うのは、中山間地域で都市と同じロジックでビジネスやろうとしてもやっぱりうまくいかないなと思ってます。一時うまくいくような感じになるんだけど、結局なんかこの大きな経済のシステムに取り込まれて終わってしまったり、なかなかうまくない。だから都市を真似しないっていうのが重要なんだろう。で、田舎に磨きをかけるってことなのかなと思ってます。で、それは何でかっていうと、都市の論理っていうのは専業戦闘集団です。だって戦士のために作った街ですから。ね、もうとにかく24時間働きます、24時間戦いますって人たちのロジックと戦っても絶対勝てない。だから違うロジックでいかないといけないわけですね。で、その時に何かキーワードいくつか中山間地域ってあるんだろうなと、まあ、里山資本主義みたいな言い方になっちゃいますけど、やっぱり自活ができるってことと、五条があるってことと、あと山水ですよね、森と水があるってことは、やっぱりこれ圧倒的な、これからの強みになるんじゃないかなと思います。中国人とか外国人が今日本の田舎結構好きで、外国人 のウォークジャパンっていう外国人のためだけのツアー会社ってあるんですけど、日本の田舎をずっとこう歩いて回るみたいなツアーが7泊8日40万とかでむっちゃ売れてるんですけど、日本の原風景は絶対売り物になります。だから美しい国土をちゃんと作っていかなきゃいけないんですけど、それでそれがちゃんと自活の基盤になってる。で、そこでちゃんとコミュニティがあって工場もあるって、こういう世界を作っていけばいいんだろうなとは思ってます。で、それだけじゃ生きられないだろうっていうのがあるんですけど、でもう一つ参考になるのがですね、生き心地みたいな考え方で、これ自殺希少地域、自殺が極端に日本の中で極端に少ない地域っていうのが実は何か所かあります。で、そういうところのを、それ徳島県の海部町って太平洋岸のちっちゃい、町があるんです。そこは本州の中で極端に自殺が少ないんですね。で、そこのことを研究した岡さんっていう人が面白いことを言ってます。そこのコミュニティの特性としてですね、人のつながりは緩やかである。よく田舎は絆だとか言うでしょ。あれ重いんですよ。で、絆が強すぎるとやっぱ安易に人に頼めないとかあったりするんですけど、ここは海部町は緩やかにつながってるってことと、
閉鎖的じゃなくていろんな人がいてもいい、いろんな人がいた方がいいって考え方がすごくある。病は一に出せっていうのが一番重要で、これが言い習わしなんですけど、困ったことあったら人に相談しろっていうのがもうこの町の、ことわざなんですね。っていうで人物本位主義っていうのは肩書きとか業績とか、そういうものに一切惑わされずに付き合うというような、でどうせ自分なんて考えないと 自己効力感が高い、だから政治意識も高いですね、投票率とかもめっちゃ高いんですけど、でまあ、こういう特性がこの町にはどうもあって、なんでこういう町ができたの、こういう、この隣町とかとは明らかに違うんですよ。なんでできたのかっていうと、ここは江戸時代木材バブルで、人がガーッとよそ者がいっぱい来た町なんですね。だからよそ者が来て作った町なんですよ、もともとの町は。だからよそ者の人たちは自分の嫌なコミュニティの嫌なことを全部多分やめていいとこ取りをしようとしたんだろう。でコミュニティ田舎の悪さってやっぱりこうすごい閉鎖的なとことか、中に入っちゃえばいいけれども、でもなんかもう一回仲間になるともうとにかく 毎晩夜中まで飲みに付き合わされないといけないとか、僕も消防団やってますけども、ものすごい負担になるわけですよ。でそういうのをやらないと地域溶け込めないとかね、なんかそういうのってすごい変だなと思うんですけど、で海部町にはそういうのがない、ね、それはやっぱりコミュニティの悪さっていうのをみんな負の側面分かってたから。だからここから学べることは、今中山間地域本当に人が少なくなってきて、でも人はいる、そこに新しい人たちも入って、本当に自分たちが住みやすい街って何だろうってことを一から作れるんだろうなと。だからそういうなんかコミュニティを作り直すみたいなことを、それでいいとこ取りをしていくみたいな作り方、その町、その村が持ってる良さと外よそ者が来て、そこで何か自分たちが持ってくるものっていうのをですね、シャッフルして作っていけるっていう時代にこれからなってくるんじゃないかなというふうに思ってます。でその時重要なのは、まあ自活とか先ほど言いましたけども、やっぱり現金ないと食えないからね、都市とつながることがすごく重要なので、昔の江戸時代とかってむっちゃ都市とつながってたわけですよね。それで、どちらかといえば等価交換の交換というよりも交易をするっていう、この交易ってやっぱり人間関係に基づく商売みたいなことだと思うんですけども、そういうことをやっていくことじゃないかなと思ってます。で交換を目指すと先ほどのやっぱり専業戦闘集団の論理の世界に取り込まれてしまってですね、なかなかうまくいかなくなっちゃうのかな。でもう一つのキーワードが先ほど国って言いましたけど、かつての藩ですよね、あれ日本全国に300の藩がありました。でその藩の単位でやっぱりいろいろもう一回ものを考えていくってことと、あと江戸時代ですね、藩の単位ですんごい経済振興策みんなやってるんですね。なのでその時代にやっぱりやったこと、やろうとしたことっていうのをもう一回掘り起こしながら、あるいは藩の同じ藩の人って仲いいわけです。県民性は共有できなくても藩民性は共有できるところがあるので、藩っていうものの生態系と経済圏っていうのをもう一回考え、だから廃藩置県を明治はするわけですけど、もう一回藩の単位で考え直すってことを、地方の方からやり直すってことかなと。で先ほどの生かすですけれども、生かすって何なんだろうって考えると、やっぱり圧倒的にこう人を生かすってことなのかなと。だから人を育てるとか人を作るとか、こういうところをもう徹底的にやっていくんじゃないかなというふうに思ってます。でそういうので一つ参考になるのが、イタリアにレッジョエミリアってところがあります。これは人口10万ちょっとのすごいちっちゃな市ですけれども、で、これ山があって、この山麓部のね、山麓部の都市ですね。でここは実はナチスの、迫害とかな、ファシスト政権になった時にパルチザンとかが一番、パルチザン運動が多かったところです。ごい自治の活動がすごい強い県民性というか市民性なんですけど、ここは何で今注目されてるかっていうと教育です。レッジョエミリアって世界で一番クリエイティブな教育してるところって言われて、公教育がですね、幼稚園と小学校が世界で一番クリエイティブって言われて、今世界中で注目されて、この教育モデルにどんどんみんな視察に来るし、輸出されてますっていう、だから教育なんですね。こういうことがあると、こんなちっちゃいミラノがここですが、ミラノが200キロ離れて、ボローニャからも60キロぐらい離れて、結構田舎ですけど、こんなことができるぞとか、あとは、まあ、長野県で言えば下條村ですよね。下條村も子育てとかすごく言ってますけれども、ここは基本的にはもう、飯田市に行く通勤者が多いところですけども、ここの凄さっていうのはもう、お金ないから、道路を自分たち村民たちで作ってくれって言って、
資材供給事業って言うんですけど、最低限の資材だけ出して、あとは村人ってみんな自分でユンボ使えたりするじゃないですか。だから道路は作ってもらうっていう、こういう新しい官民連携とかをして町を維持してるみたいなね、こういうやり方とか、なんかでもでここもとにかく日本子供に子育て日本一って言ってるんですけど、そういうやっぱ子供みたいなものとかに焦点を当てていくんだろうなみたいなことを思います。なので、生かす国づくりって言ったら、なんかやっぱ子供、小さきものとか、あと声なきもの、自然とか山水とかね、自然、森とか、そういうものにもう少しなんか光を当ててあげる。これは、町場の論理では絶対出てこないところなんで、あと効率性の世界から出てこないんで、こういうところに磨きをかけていくことで、都市の人が羨むような環境を作っていくってことなのかなというふうに思います。なので、まとめると、国に頼らず国ですね、藩とか豪族の時代のものですね。で、強い国づくりじゃなくて生かす国づくりをしていくってことと、あともう一回自活基盤としては山水って書きましたけど、今、正直山だらけなのに山が使えないっていうのが現実ですよね。みんな不在村地主だし、だから山村に住んでも勝手にそこらで焚き切ってきちゃいけないわけですよ。だからその、自活するように森自体をやっぱり変えていかなきゃいけないし、あとやっぱりね、畑ももう獣の王国になっちゃって、ほとんど農業もできないみたいな段階になってるんで、こういうところをどうしていくんだっていう問題はすごくあるんですけど、なんかもう一回自活基盤、木材工場としての森じゃなくて自活基盤としての森っていう目でもう一回捉え直していくっていうことなんじゃないかな、それで作り直していくって部分なんじゃないかななんてことを思います。というのがとりあえずお話、30分15分で終わる。まあ、ちょっとまとめると、まあ、今回のちょっとテーマに無理やりグイッとやると、やっぱり都市を真似せず田舎に磨きをかけろということですね。何か、まあ、今までの中でなかなかちょっとこうなかなかロジカルでしょ、理屈っぽくこうきちっと順を立って、お話しいただいたかなと思うんですけど、一つ皆さん持ち帰っていただきたいのはですね、やっぱこう理論立てて考えないかんですよ。今こう井上さんからおっしゃられたので、いくつか事例がこう出てきたんですけど、その事例のですね、価値みたいなことがよくこう今日はお分かりになったかなと思うんですけど、これちょっとこういうふうなロジックを勉強していただけるといいかなと思ってるんですけど、まあそうは言ってもなかなかこう最初の段階での井上さんの方が言われたのは、コミュニティっていうのはなかなか今崩壊するような局面に来ていると。多分それ誰が考えても、 俺はコミュニティに住んでるからそういう気持ちはないと強がりを言ってみてもですね、実際世の中ってそっちの方に動いていってるっていうのはもう感じられてると思うので、まあそういった中で田舎に磨きをかける話、もうちょっと何か事例でもいいので、少し井上さんの、まあ、別によその事例にとらわれずに、もう井上さんっていうのはとしてどういうことをやったらいいのかなと思ってるから、と思いを、はい、田舎に磨きをかけるって言葉はですね、豊田市の、過疎対策をずっとやってきた鈴木さんって人がいるんですけど、今豊田市の上にアスケってとこがあってね、そこのおいでん山村センターってとこが理事長やってまして、で、鈴木さんはずっと過疎対策として都市に近づけることを一生懸命アスケのためにやってきたと。やればやるほど人は出てったと。で、今自分が豊田市の市役所を辞めて、NPO の理事長になって一生懸命やってるのは、とりわけですね、豊田市の下流の市民をとにかく山に連れてくるってことですね。まあそういう都市山村交流事業みたいのを中心にやってるんですけれども、もう一つは空き家バンクですね。だからやっぱりその都市に無理やり近づけるんじゃなくて、住みたいって、で、いろいろこう聞いていくと、空き家バンクしてみると移住者が殺到したと。で、聞いてみると、お前みんな仕事どうすんのって言うと、仕事のことは誰も一言も言わないと。なんとかしてると。豊田市まで1時間ぐらいで車で行けるんで、例えば車で通勤する人もいるし、で、今、田中角栄のおかげで日本中道路があるんで、1時間も車走らせれば街はあるんですよ。だから、ぶっちゃけ、勤め人になりながら山に住むことはできる。でも山に住みたい、田舎暮らしをしたい、特に、震災以降子育てのためにとか安心を求めて
田舎を求めてる人すごく多いです。でも住めない、住める場所がない。だからその一生懸命住める場所作りっていうのをあの鈴木さんはやってるわけですね。そうしたらどんどんこうなんかいろんな面白い人が入ってきて面白くなってくるみたいな。だから、産業を起こすとか、お金儲けのためのなんか基盤を作るとかの前に、まずとにかく住みたいと思う人たちが住める環境を作るっていう、あの住みやすさで言ったら慣れちゃえばやっぱり田舎って本当住みやすいんで、慣れるまでは虫が多いし湿気は多いし大変なんですけど、とかだから住みやすさってことなのかなっていうのが一つで、もう一つは僕ずっと福島の、20キロ圏内、原発20キロ圏内の被災地のおばちゃんたちとずっといろんなことやってるんですけど、ここは、正直今解除されましたけど、避難地域解除されましたけど人口10分の1以下です。なので極端な過疎になった状態、あの夕張みたいなところですよね。で1億なあのすごいいっぱいいたのが急に途端に人がいなくなったって、そういうところで住む意味って何だって真剣に考えます。ここに住み続ける意味って何なんだろうと。ただねやっぱり、一つは少なくともいいから子供がいることなんですよ。子供がいないところってねやっぱりねおばあちゃんたち元気出ないんですよ。だから本当に少人数でもいいから子供に住んでもらえるような仕組みっていうのをどうやって作っていくかってことと、あとはやっぱりそのおばちゃんたちと一緒に蚕を育てていろいろやってるんですけど、こういう手仕事系のことっていうのはやっぱり手仕事系かつそれが、風景作りにつながることですね。こういうことっていうのはなんかこう、お金が儲からなくても生きていく生きがいになるなっていうのはすごく感じます。ただその、おばちゃんたちがすごいやっぱりよそ者を受け入れるのが上手なんで、むちゃくちゃファンが多くて、本当に、極端な話、月に1回ぐらい顔見に来る人たちがいるんですよ、ボランティアで。何をするわけでもなく会いに来る。これが僕最高の観光じゃないかなと思ってて、何にも観光資源がなくても人に会いに来るってことを結構な頻度でリピーターになるっていう、こういう場所作りっていうことをどうやってやっていくのかなっていうことなんじゃないかなと。実は、昨日の午後に2時間ぶっ通しセッションというのをやっていて、一番向こうの入り口のところにある根場村の今村さんちとですね、2時間実はこれやったんですけど、その時もおっしゃられたのが、さっき言ったリピーターズ、トシーと1回交流した人が何度も季節ごとに何度も来てくれるというようなところというのを一つ目指したいと思います。あとは実はこの次のセッション、下川町なんですけども、下川町さんの場合もやっぱり、今井上さんが言われたこちらの住みたいと思う場所を作るということ、同時に産業作りも目指されてるんですけど、こういったことを一生懸命やられてるところです。ちょっと高橋さん見えてますけども、そういった話もあるのでまだ後ほど聞いていただければと思いますけども、何か今おっしゃられ井上さんの方から話されたことですね、ご質問があればぜひお願いしたいなと思うんですけどもじゃあ杉本君、じゃあ先に杉本、新任文化アカデミー先生お願いします。マイクがねないので、これで、はい、先ほど僕のセッションの時にコメントいただいたのでわそのお返しっていうのはすごいお話しいただいたことって、そういうそのアカデミーのこう事例言ってるっていうか、アカデミーってなんかこう森の幼稚園もやってるし、でこう地域とのこう関わりもすごい強いので、なんかこうそうアカデミーでやってることをこうすごくうまく表現していただいてるようなこう感覚にこうなりました。でその最後言われたその自活基盤としての山水っていうのは、僕なんか本当にその通りだと思うんですけど、やっぱりこう山に入っていろいろこうやる楽しみ、例えば山菜にしろキノコにしろ、いろいろこうフィールドがあってこう自由に活動できるっていうのはね、すごいこう外から来た人とか、移住してきた人にとってもすごい楽しみだと思うし、すごいこうそれが広まることによってすごいこう住みやすいところになるのかなという気はします。で、アカデミーの学生でもこう美濃っていう田舎に住んでいて、でいろいろこう山に入っていろいろ活動してるするんですけど、活動演習林があるんでそれできるんですけど、なかなかこう演習林離れちゃうと、やっぱりこう山ってこう意外と制約多くて、松茸山には入らずにロープしてやるとか、
結構なんていうんですかね、こう自由に使えないっていうかね、でそういうところがこう確かにこうそれがね、なんかこううまいことなればいいかなっていうのはこう最近ちょっと思うところですね。でまあそのまあなんかいろいろ考えるんですけど、例えばこう林野庁さんが持っている国有林なんかすごいこう一般に開放して自由に使えるとかなんかこう、まあ、県有林もそうですけど、なんかこう自由に使えるようになるとすごいこうあの楽しみも増えるし住みやすくなるのかなという気はします。なかなかそのそうなるために何をしていけばいいのかってい う, こうまだそこまで考えられてないんですけど、なんかこうアイデアありますか。林地開放ってしなかったんですね。農地開放はしたんですけど、で最大の国あの最大の森林所有者は国です。というのはもともと村の山を全部あの官民有区分の時にあのこれあの自分のものにすると地租がかかるぞって嘘をついて騙してみんな国のものにしたわけですよ。で、ということでそういう意味で村人から山が奪われたっていう、村の持ち物だった山が明治時代に奪われたってプロセスが一つあります。で、その後結局自分たちで山を持ったりしてるわけですけれども、これはあの商店街と一緒で、あの私有財産制度の本当に悪いところが出てて、全く自分の土地である限り何をしなくても管理しなくても何も言われないっていうのが今の状態ですよね。で山はそれじゃダメなんですよ。やっぱりそうするとやっぱり今の固定資産税もほとんどかかんないですけれども、固定資産税ちょっと高くするとかなんかして山をもう一回こう一回国かなんかに戻してもらう、でそれをあの山に住みたいって人の自活基盤として使ってもらうっていう、そういうある種の林地開放みたいなプロセスがこれから必要になるんじゃないかなと。で そのいいねでもう全部買っていけばね、その今の警戒の問題も境界の問題もなんとかなるしとか、なんかそんなことをねいろいろ考えてますけど、すごくまあ難しいところであると。ありがとうございます。あの学生のがこうビジネスプランで、さっきの話につながるんですけど、こう山でこう羨ましい生活をこうして、でメインはこう林業しつつそういう面白い生活をしていく仕組みを作るっていうのをこうビジネスプランで考えた人がいて、おすごいいいなと思ったんですけど、なかなかこうあの実際考えるとね、いろいろ制約はあるかもしれませんけど、そういうところができていけるように考えていければいいかなというのは個人的に思ってます。あのもう一つ僕トヨタに提案しようと思ってるのは、トヨタってだから豊田市の上流のあのアスケとか朝日を全部豊田市は合併したわけです、ね、それなんでかって言ったら大水害が起きたからなんです。あの2000年ぐらいで豊田の工場も水没しそうになったから、もうこれあの山の手入れしようって言って豊田市に買わせるんだよ。だけどじゃあ豊田あのアスケやなんかの過疎をどうやって起こしてきたかって言ったら、トヨタがみんな工場からマイクロバス使って山の人たちをこう工場労働者として毎日通勤させて、でお金貯まった人たちをみんな町場に家作ったわけです。そしたらね、もうそのアスケやなんかを全部トヨタの私有地にしてもらって、でそこでもうあのトヨタの社員が自由に住める、かつもう一つはあの自動運転とか最近トヨタがやろうとしてることをもうトヨタの私有地だから自由にできますよって、そういうもう実験タウンにしてもらって、あのなんかそういう山暮らしと IoT 暮らしみたいなのがなんかできるモデルタウンみたいなのを作るみたいなことができないのかなと思って国の子は金がないんでトヨタの力を借りないと。だから下條村はまた人口減ってます。でそれは、子どもたちが高校進学になった時に出ていくっていうのと、周辺の町村が、よりいいあの優遇策を作ったので負けてしまっているっていうのがあります。だから私佐久市に住んでるんですけども、佐久平の駅の周辺は新しい小学校が、県内でいうと何十年ぶりかなんかにできました。一方で、合併したあの旧須田町は4つの小学校が1つになりました。つまり、先ほどおっしゃった、地域内の過疎化と集中が起きているわけですね。で県は長野県全体の人口のことしか言わないんですけども、町村によって全然違います。でそういうような違いっていうのが見えなくなってるんじゃないですか。地域力が全て素晴らしいなんて私全然思わないんですけど、その辺どうでしょうか。
地域力は全て素晴らしいと思わないっていうのはごめんなさい。ちょっとだから地域が結束してるから、うん、いい結果が生まれるとか、うんうん、地域が結束してることがいいことだとか、うん、全然そういうふうに思わないんですね。じゃあ最後のところからお話しすると、最後のところは先ほど海部長の例で言ったように、コミュニティのその結束力みたいなのが逆に首を絞めるようなところがあるから、やっぱり開かれたコミュニティどう作るかっていうのは大事だということだと思います。で、下條村の例は、なかなか取り合いになってるっていう話ですよね。でそれ難しい問題だなと思います。当然みんなそういうふうになっていくんだろうなと。で、その高校になったら出ていくっていうのは、これはある種致し方ないのかなっていうふうに思ってるところもあって、高校大学っていうのを日本全国に作れるわけでもないから、そうするとやっぱりどうしても出ていくんだろうなと。でただ今の問題って、高校出た大学出たっていう時に自分の生まれ育ったところに帰って何かやろうって思えないというか。それもあるんですけども、下の世代が高校になります、次の世代が入ってきてこないんです、つまり例えば10年経って、6歳だった人が16歳になって高校に出ます。で例えば村営住宅が空きますよね。で空いたところに、下條村住みやすいから移住してきましょうという次の人たちが来てないっていうことなんです。それが周辺に取られちゃってるっていうことなんです。あと都市化に関してはもう本当に全国的な問題なん でこれはやっぱり交通が便利だとか物流のが圧倒的にやっぱり、いいわけですよ、都市の方が。なのでどうしても何か物を作って売るみたいなことを考えると都市になってしまう。どうなんですかね。いや皆さんがこういう話を聞いてどう思ってるのかということの方が逆に興味があるんですけど、いやいや全然しょうもないこと言ってるって感じなのか、いや暗くなったっていうだけなのかでもそういう、暗い話があるにしてもですね、そこをベースに考えていかないと変な、そうで現実は現実なんで、仕事の問題とか、じゃあお前山奥住むのかっつったら今住まないし、今僕東京から小田原の近くに住んで、1日2時間ぐらいかけて、中途半端な田舎暮らししてますけど、でも山奥住まないですよ今で、それは何だろうな、仕事のこともあるけど今自分はそこじゃないなっていうふうに思ってるし、ただちょっとこう環境を変えただけで毎日山が見える暮らしをしてるだけで本当に落ち着くんですね。でこの力はやっぱり大きくて、山が見える、自然がある、虫の声が聞こえる、星が、夜がちゃんと暗い、これがこんなに人の心を落ち着けるんだとか、こんなになんていうのかな、生き心地を良くするんだってことは実感してます。なので先ほどのね、東京っていうのは本当に危ないじゃないかとおっしゃる通りなんで、なんでみんな東京なんかに住むんだろう、もっといろんなところに住もうよっていうのが一つで、もう一つは僕は娘が、小学校1年になって小学校上がった時にちょっとやっぱおかしくなるんですよ。やっぱ集団生活に馴染めなくて、で学校でいろいろ非行活動を繰り返したりしてですね、で、どんどん元気だった子がどんどん元気がなくなっていくみたいなのもあって、で娘と一緒に山登りしたり森行って遊ぶようになったんですね。それこそ長野来てたんですよ、信濃町に。で娘がねどんどん元気になっていくの、森の中連れていくと。で僕自身も当時仕事でやさぐれてたんですけど、むっちゃけ久しぶりにチェーンソー握ったり木切ったりしてるとどんどん元気になっていくんですよ。だからやっぱりその理屈じゃないところで森にはねやっぱり人を元気にする力はあって、でいや そんなことばっかり言っててもロマン派みたいなんだけど、でもこの力っていうのを日本人は捨てちゃいけないんだろうって思う。だからどんなに中山間地域に住むのが経済的に理屈に合わないとかいろいろあっても、なんとかして住めるように
この日本列島の宝ですよ、森ってやっぱ水って宝ですよ。こういうものをやっぱり僕たちちゃんと受け継いでいくようにしないと、獣の王国にして一生懸命先人たちが耕した畑を根っこ生やしてもう開墾できないようにしちゃってみたいな現実が、今村は緑に飲まれてますからね。だからそうやって自然に戻していくところもあっていい。だけどやっぱり一生なんか必死に住んできたっていうそこのところをもう一回なんかうまく今の現代のテクノロジーも使いながら住めるような形にできないかなと。そうするとみんなもっとストレスが減っていい暮らしになるんじゃないかなっていうのが本音です。ありがとうございます。森には人を元気にする力があると。経済なんかよりずっとあのチャタレー夫人の恋人ってそういう話なんですね。あのもう近代化であのイギリスがおかしくなってる時に森と出会ったチャタレー夫人コニーチャタレーが元気になって、森の中で出会った男と出会ってより元気になっていく。でもあれ森が人を元気にしたって話なんです。ベースね。ありがとうございます。ちょっとね白熱した話になったのでちょっと押してしまいましたけども、ありがとうございました。じゃあちょっと今日の講師の井上さんに拍手をいただきます。ありがとうございます。